こんにちは、茂木和也です。今回は茂木和也のお掃除お悩み相談室をやっていきたいと思います。今回のご質問読み上げます。前回の動画でお風呂の天井を拭く際のハイターはキッチン用ではなく白物用のハイターとおっしゃってましたが、どうしてですか？違いは何ですか？キッチンハイター中に入ってるやつはまず塩素剤ですね。次亜塩素酸ナトリウムと言われる塩素剤が入ってます。それとアルカリ剤が入ってます。水酸化ナトリウム入ってますね。あともう一つ海面活性剤が入ってるわけですよ、キッチン用には。で、白物漂白用は次亜塩素酸ナトリウムと水酸化ナトリウムまで同じなんですが、海面活性剤入ってないんですよね。入ってないんですよ。で、キッチンハイターに入ってる海面活性剤がとにかく強いかというとそうでもないんですよ。そんな強くないんですよ。ただ、例えばキッチンハイターで拭いたとしますよ、天井を。で、私のやり方はそのまま放置、水で流さないでくださいよってやり方を推奨してるじゃないですか。そうした時に湯気が雫となって天井からポツンと落ちてくるじゃないですか。その時に少なからず海面活性剤入ってるんですよ。それ気持ち悪いですよね、なんか気持ち的に、そんなすごい危険なものではないと言っても気持ち悪いですよね。でましてや小さなお子さんがいると自分の大切なお子さんにその雫が当たるっていうのは気持ち悪いじゃないですか。嫌じゃないですか。だからおすすめしてないんですよ。でもいいんですよ、キッチンハイター使っても気にされない方は。でもどうしても嫌だという方は普通の白物漂白用のハイターがいいわけですよ。塩素は飛びますし、アルカリ pH はまあ多少高めだけれども、いずれ湯気が上がっていって pH が落ち着いてきますから、 pH のことも気にしなくてもいい。唯一、気にしなければいけなかった海面活性剤の残りも白物漂白用だったらもう心配する必要はないわけですよ。だからもう安心、もう気持ちよくお風呂に入れるわけですよ。でキッチン用で例えばですよ、キッチン用でやってどうしても海面活性剤が残るのが嫌だということであれば、水拭きするなりシャワーで流すっていうひと手間が入るじゃないですか。でましてシャワーで流すってやり方、これはですね水垢の原因になるんですよ。その後また拭けばいいんですけれども、また手間になりますよね。湯気には水垢の成分、高度分、ミネラル分は入ってないので、湯気から上がって天井に水滴がつく分には水垢の原因にはならないんですよ。でも水道水をこうかけということであれば、水道水の中にはミネラル分入ってますので、それがですね水垢の原因になるので、菌は殺したけれども水垢がついちゃったなっていうことにもなりかねないですね。拭けばいいですけどね、いずれにしても手間がかかるということですよ。そういったところで普通のハイターの方が、おすすめですよということですね。はい、この方もう一つ質問来てますね。先日白物用キッチンハイターの違いを質問しましたが、新しい動画でよく分かりました、ありがとうございましたということですけれども、回答しちゃいました。いずれにしてもそういうことですよ。はい、気にされる場合は、やっぱり普通のハイターの方がいいと思います。はい、次の質問いきます。浴室のアクリルのシャンプーなどを入れる棚の水垢が落ちないのですが、どうすればいいでしょうかというご質問ですけれども、まずはクエン酸でしょうね。こう取り外すことができるのであれば、クエン酸を40倍に薄めて1時間ほどつけ置いてみてください。でつけ置き直後とつけ置いた後にちょっと固めのスポンジで、もちろん傷がつかない程度のやつですよ、でこう擦ってあげるという工程を入れるとより効果的ですね。つけ置きするときにポリ袋に入れてつけ置いてもいいですよね。少ない量でしっかりつけることができますからね。でそれでもし落ちなかったら、もう生ハゲお風呂用ですよ、この順番ですね。これで試してみてください。はい、次の質問いきます。熊本にはいつ来られますか。この方詳しいですね、私のスケジュール。先週行ってました。先週11月の8日に行ってました。で何しに行ってたかというと、熊本のテレビ番組のくまパワー J という情報番組なんですけども、その収録にですね行ってきました。番組リポーターの荒木直美さんと一緒に収録して、荒木さんのお家に行ってお掃除をしてきました。放送日が12月の12日か19日って確か言ってました。18時15分頃の登場予定です。茂木和也、ちょっとまだ放送日がはっきりしてないんですけども、ぜひ熊本の皆さん、お時間ある方はご覧になってください。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。という感じで、私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など、汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたら、チャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです。
はい、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。